崎、トッテナムが久保建英に採用派？孫奮民の後釜と現地報道来た。以前からレアルソシエダの久保建英への関心が取り沙汰されているのがプレミアリーグの強豪トッテナムだ。今夏には正式なオファーがあったとも報じられた。そんな中、A メディアフットボールファンキャストが現在のキャプテンである孫奮民の後釜として久保を獲得すべきだと主張。同メディアは、孫は32歳でキャリアは終わりに近づいていくと指摘。久保について、クラブがすでに完璧な候補となる選手への関心を報じられていたことは朗報だと綴った。タイプが全然違う選手なんだが、置き換えるとかそういうレベルの話ではないような。まあ久保がプレミアで得点を取れるレベルかといったら正直無理だとは思う。さすがに孫と久保じゃ役割もタイプも違う。でも確かに今夏正式オファーあったって報道があった。ソシエダが断ったみたいな終わり方だったと思うけど。スパーズが久保を獲得したかったのは事実だろ。関心は以前から報じられてたわけだし、監督ポステコだし。孫の後釜と言われると孫が担ってる役割をそのまま引き継ぐような印象だけど、孫が放出されて久保建英がプレミアの強豪に入るだけで、何の違和感もない。左サイド、得点力、スピード、フィジカル。久保より中村敬斗の方が孫の後釜って言うんならありじゃない？中村はフランスでの得点力そのままに、突破力まで伊藤並みになったら正真正銘孫の代役候補だろ。孫が同行よりも年齢的に後釜獲得動くのはわかる。でもタイプ違う久保が後釜として入って期待されるほどのパフォーマンスできなかったらクソほど叩かれるからな。サラーの後釜の話とかもあったけど、孫しかりサラーしかりスター選手の後釜はまだちょっと早いと思うけどね。久保はやっぱリーガでやってて欲しい。でもソシエダの上ならリーガ3強くらいだし。